2021年11月、これまでも国連安保理の決議に基づき継続的に実施されている北朝鮮のいわゆる瀬取り行為の監視に、ニュージーランドやドイツから航空機や艦艇が派遣され、その任に当たることが報じられたよ。北朝鮮は言うなれば世界の目の上のタンコブだからな。何かしらの対策を継続的に行う必要があると思うぜ。そうだね。さて今回はそんな北朝鮮の瀬取り行為の監視に向けてニュージーランドが P3K にオライオン対潜哨戒機を派遣した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。まずニュージーランドは同国空軍が保有するアメリカの現ロッキードマーチン社製の P3K にオライオン対潜哨戒機を沖縄の在日アメリカ軍の嘉手納基地に派遣、11月中に瀬取り監視任務に従事することになったよ。ニュージーランド空軍が同任務に航空機を派遣するのは2018年から4年連続な上、今年2021年は4月から5月にかけてに続く2回目で、通算ではこれで5回の派遣を行うことになった状態だね。日本は P3C から国産の P1 に、アメリカは同じく P3C から P8 へと新型の機体の導入を進めているけど、ニュージーランド空軍の P3K にオライオンは同期のシリーズ中でもグラスコックピットを採用した近代化版と言えるよ。続くドイツは同国海軍のブランデンブルク級フリゲートの3番艦バイエルンを、11月中旬以降から北朝鮮の瀬取り行為の監視に従事させることになり、同国としても初の任務参加を果たすことになったぜ。バイエルンは満載排水量4900トン、全長 138.9 メートル、全幅 16.7 メートルの艦隊を、ディーゼルとガスタービンの揚機艦を併用した CODOG 方式で駆動、29ノットの最大速力と4000海里の航続距離を誇っているな。バイエルンは兵装面では、オートメラーラ社製の 76mm 単装砲撃機、マーク、41垂直発射システム VLS16 セルで空対空ミサイルを運用、艦対艦ミサイルとしてエグゾス SSM 連装発射塔を2機などを搭載しているらしい。実はバイエルンは今回の瀬取り監視に従事する前、今年8月末には中東のソマリア沖で海上自衛隊の護衛艦ユーギリと合同軍事演習を行い、その後オーストラリアやグアムを経由してやってきたわけだ。そして11月4日から5日にかけては関東地方の南の海上にて、海上自衛隊の護衛艦サミダレと合同軍事演習を行った後に日本へ帰港。実にドイツ海軍の艦艇としては2002年以来20年ぶりに日本を訪れたことになるね。そもそも北朝鮮の瀬取り監視にドイツが加わったことも初であり、これまでは日本、アメリア、韓国、イギリス、フランス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの8ケ国に限られており、新たな動きと言えると思うよ。これまで日本を含む8ケ国が北朝鮮の瀬取り監視を実施してきたのは、2017年9月に採択された国際連合安全保障理事会決議2375に基づくもので、核兵器や弾道ミサイル等の開発を続ける北朝鮮への制裁のためだね。この決議によって等しく国連加盟国は、北朝鮮の船舶等による海洋上での物資の積み替え行為、いわゆる瀬取りを禁止、北朝鮮が保有する核兵器を含む生物化学兵器等の大量破壊兵器の拡散を防止することと目的としているんだ。ただ実際にはこうした大量破壊兵器が北朝鮮から持ち出されるというよりは、北朝鮮側が禁輸中の石油製品を密輸で入手したり、逆に自国産の石炭を密輸して経済的利得を得ることを防ぐことが狙いとも言えるだろうな。北朝鮮による瀬取り行為は主として東シナ海を中心に行われていると見られており、よってこの東シナ海が監視を行う各国の航空機や艦艇の活動の重点海域となっているが、ここには別の問題も横たわっていると言われるぜ。それは西側諸国からすれば近年富に海洋進出を強めている中国に対し、東シナ海や南シナ海における牽制行動を兼ねているとの見方であり、中国が台湾海峡の制海権を掌握することを防止しようとする意図も指摘されているわけだ。2018年7月には国際連合安全保障理事会に対してアメリカ政府が文書による報告を実施し、その内容は前述の国際連合安全保障理事会決議2375に反し、
中国やロシアの企業が北朝鮮への石油製品密輸に関与したと示唆するものだったね。北朝鮮のような経済的にも行き詰まった独裁国家が、まがいなりにもこの2021年でも存続できているのは、後ろ盾となる中国が崩壊を防ぐために各種の支援を行っているであろうことはもはや国際的にも公然の秘密だろうね。加えて韓国のように同民族でありかつ地続きの国でも、むしろ北朝鮮が崩壊して難民が溢れるなどの混乱を避けたいとの思惑もあるようで、2018年5月には東シナ海上で韓国と北朝鮮のタンカー同士が接触しているとの報も伝えられたよ。韓国政府はこの事実を即座に否認したが、国際連合安全保障理事会決議2375の採択後も韓国内の港湾には北朝鮮産出の石炭が運び込まれているとアメリカは指摘。北朝鮮への経済制裁を韓国が破ることに警告を行っているぜ。さて今回のニュージーランドからの P3K にオライオン対戦哨戒機や、ドイツからのブランデンブルク旧フリゲートバイエルンの北朝鮮のセトリ監視の件に戻れば、この両国にはかなりの温度差があるようにも思えるんだよね。これはニュージーランドという小国が、隣国でアメリカイギリスとの新生オーカスを締結したオーストラリアと同じように、基本的にはアメリカ寄りの対中国路線を選択していることとの違いにも見えるんだ。2021年の夏にはイギリスの航空母艦クイーンエリザベスらの空母打撃軍の極東派遣があり、インド太平洋地域における中国の海洋進出をこれまでよりは積極的にイギリスも警戒する側に回ったというのが一般的な解釈だよ。それでもクイーンエリザベスそのものは極東への往路も復路も、とに中国を刺激することは避けるためか台湾海峡を通過することはなく、その意味ではまだ公然とした中国包囲網というにはいささかの脆弱さも感じてしまうね。しかしそれ以上にヨーロッパや EU を代表する国家たるドイツは中国との経済的な結びつきが強固であり、クイーンエリザベスらの空母打撃軍以上に中国に対する徹底的な忖度を今回も見せようとしていたぜ。それはブランデンブルク旧フリゲートバイエルンをやはり台湾海峡は通過させないこと、および中国に対しても親善寄港を行うという方針からも明瞭だったが、後者は中国側から拒絶を受けて断念しているらしい。かつて20年前の2002年にブランデンブルク旧フリゲート4番艦のメクレンブルクフォアポンメルンと、バーデンブリュルテンベルク旧フリゲートの4番艦ラインラントプファルツは中国の青島に寄港した過去があったな。こうしたドイツと中国との過去の経緯を勘案すれば、今回のバイエルンの日本への寄港と海上自衛隊の護衛艦との合同軍事演習も手放しでは歓迎できないとも思えるんだけど、いかがなものだろうね。今回は中国側がバイエルンの自国への寄港を拒絶しこれは実現しなかったが、これまでの中国寄りの政策を続けてきたドイツが、その体現者でもあったメルケル政権の退陣でどのように変化するのかにも注目だと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年12月19日、防衛省が2024年当初防衛予算案において財務省の鈴木俊一財務省と木原稔防衛省が会談を実施したね。ここでは、導入が中止されたイージスアショアの代替として建造が計画されているイージスシステム搭載艦の1隻あたりの建造費として、3371億円を計上することが決定したと発表したぜ。さて今回はそんな2024年度予算案で、海上自衛隊のイージスシステム搭載艦に3731億円を計上した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。今回予算計上が決定されたイージスシステム艦については、1998年北朝鮮のミサイル発射実験において、テポドンが日本列島上空を通過して飛翔した事件に端を発していて、この事件によって日本の領空の安全が脅かされると判断した防衛省では、自衛隊におけるミサイル防衛能力の整備を本格化し、海上自衛隊が保有しているイージスシステム搭載護衛艦 DDG と航空自衛隊が配備している、パトリオットミサイルによって対処する体制を整備したんだ。
しかしこれはあくまで当時の現有装備の最大活用という対応でしかなく、特にイージスシステム搭載護衛艦については、BMD バリスティックミサイルディフェンスミサイル防衛のための、パトロールという目的だけのために拘束されてしまうことになり、中国海軍の進出が著しい南西諸島方面への展開や必要な連動を維持するために必要な訓練の時間が確保できなくなることが懸念されていたぜ。このことから北朝鮮が開発を進めている弾道ミサイルの BMD 任務専従となるべく、イージス艦におけるイージスシステムをそっくり陸に上げて運用する方向で話が進み、それらの地上配備部隊整備が決定され、2017年12月19日の国家安全保障会議及び閣議において、そのために必要な装備としてイージスアショアの導入が決定されたってわけだ。防衛省は秋田県と山口県に配備を計画していた2機のイージスアショアは、弾道ミサイルを迎撃するための高高度地対空ミサイルのブースターが配置する基地の敷地外に落下する可能性があることについて、配備を反対する地元への説明が不備だったことなどの問題が発生したことで、2020年6月15日に当時の河野太郎防衛省が導入計画の中止を発表したよ。それを受けた日本政府は、すでにアメリカのロッキード・マーティン製のレーダー ANSPY-7 とイージスシステム2機を発注する契約が済んでいたことから、これらをキャンセルせずに活かすべく今回のように地上の制約を受けない、洋上の艦艇もしくは建築物などへ搭載して転用することを決定したんだ。洋上への転用についてその方法についての議論がなされ、護衛艦を新造して搭載する案のほか、民間の船舶をチャーターして搭載する案や、洋上に海上油田のような大規模な建造物を構築して、そこに配備するオイルリグ型の3つの洋上案が検討されたけど、敵の攻撃に対する防衛や脆弱性などが重視された結果、護衛艦を新造してイージスシステムを搭載する案が有力となったね。2020年12月18日に日本政府は新たなミサイル防衛システムの整備等及びスタンドオフ防衛能力の強化についての閣議において、ANSPY-7 とイージス武器システムベースライン J7B を搭載するイージスシステム搭載艦を新たに2隻建造して、それらを海上自衛隊が運用することを閣議決定したよ。このイージス武器システムベースライン J7B は、海上自衛隊が運用している最新のイージス艦であるマヤ型護衛艦で運用されている、ベースライン J7 の改良型で、このシステムにアメリカ海軍のアレイバーク級ミサイル駆逐艦に搭載されるベースライン Q-C2 と同様に、すべての SM ミサイルが発射可能となる弾道ミサイル防衛システム BMD-5.1 が統合されていて、さらにオープンアーキテクチャ化イージスコモンソースライブラリーすることによって、今後アメリカ海軍のイージス艦に搭載される予定のベースライン10に採用される数々の新しい機能を利用することができるとされているな。イージスシステム搭載艦の設計においては、弾道ミサイルや地上発射型あるいは航空機発射型の巡航ミサイルなどの多種多様なミサイルの脅威に対して、臨機応変かつ持続的に対応する必要があり、24時間警戒体制が可能になるように稼働率を向上させること、冬季の日本海の荒天時などでも影響を受けにくい対応性があること、長期間洋上に常駐する任務に耐えるだけの乗組員の居住環境などの改善などのほか、超音速で飛来するために迎撃が困難として大きな脅威となっている極超音速滑空体 HGV を撃墜するための新型迎撃ミサイルの運用など、将来的に開発されるであろうと考えられる装備品の運用を、わずかな改修で可能にできるような拡張性など、様々な要素に対して総合的に考慮された上で、既存のイージス艦と同等以上の防空能力と機動力を保持できる艦艇であることとされているぜ。イージスシステム搭載艦の主兵装には、艦対空スタンダードミサイルスタンダードミサイル SM3 や、弾道ミサイルや極超音速滑空兵器にも対応可能とされる SM6 のほか、日本が侵略を受ける可能性が高まった際に敵基地を攻撃するための反撃能力として、射程延伸回収の後に導入が予定されている12式地対艦誘導弾能力向上型艦艇発射型も搭載される計画だね。
これらの各種ミサイルを発射するためにイージスシステム搭載艦に搭載される垂直発射装置 VLS は200セル以上とされ、これはアメリカ海軍のタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦の122セルや中国海軍の南昌級駆逐艦の112セルを大きく上回り、水上戦闘艦としては世界最多となるんだって。今年8月に実施された概算要求において出していた、1隻3797億円の概算要求がほぼ認められた形となってはいるものの、財務省側ではイージスシステム搭載艦の建造にあたっては、物価高や円安の影響で膨張している防衛費抑制のために、実効的なプロジェクト管理体制を構築して建造にあたることとし、さらに将来的に調達するイージスシステム艦の搭載レーダーの選定についても、白紙に戻すことも含めて改めて検討するよう求めたよ。イージスシステム搭載艦に搭載するレーダーなどの装備には、ANSPY-7 イージス武器システムとベースライン J7B 及び、アメリカ海軍が開発した共同抗戦能力 CEC が搭載される予定であるが、その搭載レーダーの白紙化の検討を求めていることについて、様々な憶測を呼んでいるらしい。マヤカタ護衛艦に搭載されているレーダーは ANSPY-1DV あり、アメリカ海軍のイージス駆逐艦アレイバーク級ミサイル駆逐艦の最新型であるフライト3のレーダーには、アメリカのレイセオン社製 ANSPY-6 が導入されていることから、イージスシステム搭載艦に ANSPY-7V1 を搭載することを疑問視する声が以前から上っていたな。しかし、防衛省ではオージスシステム搭載艦に ANSPY-7V1 を採用する理由として、性能面において SPY-7 と SPY-6 との間に大きな差はないことや、実射試験や維持運用に必要となる経費を含めた経費総額で比較すると SPY-7 の方 SPY-6 よりも安価となること。現時点で SPY-7 を SPY-6 に変更した場合には調達スケジュールにおいてさらに数年の遅延が発生することなどを挙げて、SPY-7 の導入予定に変更がないことを強調しているぜ。それでも疑問視する声の中には、これらの防衛省の主張は全てが後付けであって、陸上のイージスアショア用として ANSPY-7V1 に機の購入をロッキードマーケン社と交わした契約を破棄することで、それまでにかかった経費700から800億円が回収できなくなるからではないかと憶測する声が上り、防衛省としてはもはや ANSPY-7V1 を選択するより他には道がなかったとする見方が広がっているようだな。財務省側から発信された搭載レーダーの白紙化発言は、この防衛省の姿勢に対して釘を刺しているものとされ、既存の SPY-1D や SPY-6 などと競合させて導入価格を抑えさせようとの目論みがあるのではないかと見られているね。また軍事専門家などの間では、近年における海上自衛隊の慢性的な人員不足について触れながら、1艦あたり240人とされる乗組員の確保が難しいとの指摘が出ており、地上配備で人員が少なく済むイージスアショアの導入を再検討すべきだとする声も上っているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。最上型護衛艦の建造計画だけど、12隻で終了し、次期 FFM を10隻建造するという情報があるよ。画期的な性能があるらしいが、それはどんなものなんだろうな。まあ年間2隻の収益だから中国は超えたと言えるぜ。そうだね。さて今回は、この次期 FFM の性能と最上型の画期的と言われた性能について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2022年12月16日、岸田内閣は安全保障関連3文書の改定を閣議決定し、2023年度以後の防衛予算を大きく増加させ、2027年度までの累計額がおよそ43兆円にも達するとマスメディア各社が一斉に報じたね。日本の防衛予算は年度ごと増加し、最終2027年度には NATO を基準値として認識されている対 GDP 比で 2% に上がる見込みになっていて、この水準に上がってしまった意義は大きいという声もあるよ。NATO 加盟国は2022年2月のロシア・ウクライナ戦争の余波を受け、ポーランドを筆頭に、
多くの国が軍事費増額に着手しているため、対 GDP 比で 2% の目安は早晩達成されるだろうと確実視されているみたい。ただし、こういった NATO 加盟国の中でもドイツやフランスなど人口や経済規模の大きい国は、ロシアやその勢力圏の国とは国境を直接接していないせいなのか、比較的に動きが鈍いと感じられるぜ。というのは、地続きであるヨーロッパの地政学もあり、地理的な要因が大きいためと推察されるし、かつての東欧諸国がロシアなどと対峙する最前線になっている一方、ドイツやフランスが隔てられている現実があるんだろうな。一方、日本が位置するアジア状況を考えると、大陸の突端に位置する韓国は地続きで北朝鮮と接しているため、万が一の侵攻に備え大量の砲弾を備蓄していることがロシア・ウクライナ戦争で再確認されたぜ。韓国は野戦砲である 155mm 榴弾砲砲弾を大量に備蓄しているから、ウクライナへの同砲弾の供給に苦慮するアメリカはその有効活用を期として、迂回供与により韓国の備蓄をウクライナへ回すという方策が話題になったね。この話題はそこまで日本のマスメディアには取り上げられていないと感じられるんだけど、かつて朝鮮戦争という大規模な地上戦を経験した韓国は、砲弾の備蓄量が日本と桁違いということが認識させられたってわけ。日本は幸いなことに四方を海で囲まれているため、軍事力の重点は海上自衛隊に置いているんだが、現状は護衛艦54隻、潜水艦22隻、哨戒艦12隻などの艦艇の体制構築に取り組んでいるぜ。そうした中、海自の最新鋭護衛艦といえば、2022年から実戦配備が開始された最上型で、ネームシップで1番艦の最上を皮切りに、2023年3月までの期間に4番艦三熊まで就役をスタートしたよ。最上型護衛艦は基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル、全幅 16.3 メートル、深さ 9.0 メートルのサイズで、計画当初は3000トン級が想定されていたんだけど、3割ほど大型化されたという経緯があるみたい。最上型護衛艦は海上自衛隊艦艇としては初採用となる CODAG 方式の機関を搭載していて、CODAG 方式とは MT30 ガスタービンエンジン1機とディーゼルエンジンを2機組み合わせたもので、二軸のスクリューで推進するということだね。最上型護衛艦の機関部はマックス7万馬力の出力を発生し、最大速力30ノット以上だけど、初期段階ではアメリカ海軍の沿海域戦闘艦のコンセプトに倣う構想もあって、40ノット以上の速力を想定していたんだって。しかし、海軍艦艇同士の戦闘が起きる可能性が極めて低いと見られる状況では、こういった40ノットもの速力を出す機関部の構成にすると、大幅な燃費の悪化を招くため、この案は見送られたということらしい。例えば海上自衛隊の最新鋭イージス護衛艦のマヤ型の場合、基準排水量8200トン、満載排水量10250トン、全長 170.0 メートル、全幅 21.0 メートル、深さ 12.0 メートルですから排水量は最上型のおよそ倍と言えるだろうな。しかし、マヤ型の機関部には CODLAG 方式が採用されています。これはガスタービンエンジン2機と電動機2機を組み合わせたもので、使用上では最大出力6万9000馬力、最大速力30ノット以上と公表されているぜ。単純にカタログスペックの数値で比較すれば、最上型はマヤ型の半分の排水量しかないにもかかわらず、最大出力で上回るエンジンを搭載していることになるんだけど、その反面、最大速力が同じレベルいうのが興味深い点と思われるよ。ちなみにマヤ型の土台であるアメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦は、2023年5月現在就役中の最新バージョンであるフライト 2A は CODAG 方式を採用。ガスタービンエンジン4機で最大出力2万6250馬力、最大速力30ノット以上とされているぜ。本家のアメリカ海軍は、マヤ型の倍のガスタービンエンジン4機を搭載しているので文字通り桁違いに強力だが、最大速力が30ノット以上とほぼ同じということもポイントと思われるな。というのは、このサイズともなれば原子力推進のような動力でなければ、
通常動力型の機関部で推進する艦艇の速力は大差がないことを示していると同様、現代の水上戦闘艦はスピードによって性能を高めようとはしていないことも表していることになるわけだ。これは現代の海戦を想定した場合、水上戦闘艦が最も攻撃されるだろう。敵の兵装は、機動性では回避不可能な対艦ミサイルとみなされていることが、最大の要因で、つまり、速度が多少上がったとしても、避けられないということだね。最上方が当初取り入れようと考えていた最高速度40ノット以上のアメリカ海軍の沿海域戦闘艦ですら、大隊艦として建造中のコンステレーション級ミサイルフリゲートですら最高速度26ノット以上だから、大きく様相が変化したということになるよ。さて最上型護衛艦だけど、小柄艦隊ながらも強力な CODAG 方式の機関を搭載していることと、機能面では一見してそれとわかる高度なステルス形状、対機雷戦闘まで担い得る点が最大の特徴だね。この護衛艦は主兵装である VLS 垂直発射艦にしても16セル分しか装備していない比較的軽武装な艦艇ですが、従来の汎用護衛艦 DD やイージス護衛艦 DDG に比べて攻撃力を追求しようとしたわけではないんだ。数では勝っている中国海軍に対し、重武装で正対しようと考えているわけではなく、従来はもっと小型の掃海艇が担ってきた対機雷戦闘、敷設から除去能力を付与して南西諸島防衛を目指したものと推察されるな。そこにおいて、最上型は有事の際、中国海軍の艦艇の南西諸島への接近を、機雷敷設による海上封鎖で防ぎ、逆に機雷を敷設された場合は除去し、味方の南西諸島への上陸を支援するものと考えられるぜ。ただし2022年の収益時点では最上型はマックス22隻建造される可能性があると見られていたんだけど、2022年末の安全保障関連の3文書の改定内容では、今後は新型艦艇を建造していくことが表明されたよ。これによって最上型は12隻で建造が終了し、後継艦が現時点は10隻ほど建造される予定になっていて、いずれにしても同艦で初めて採用された FFM という艦式号の艦艇が22隻になることは変わらないみたい。これは護衛艦54隻体制の中では最多艦種となるもので、新型 FFM についても現行の最上型を設計建造した三菱重工業社と、ジャパンマリンユナイテッド社がその受注を競うことになっているようだな。新型 FFM が最上型からどのような変化を遂げるのかが注目点になりそうだけど、防衛予算が増額するのだから建造段階から VLS も兵装と一緒に装備してほしいという声があるみたい。納税者としては、予算が増えたからといって、兵装を買いまくって全部消化しなくてもと思っちゃうよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。